1996年の西武ライオンズでは、1996年の西武ライオンズの動向をまとめる。この年の西武ライオンズは、東尾治監督の2年目のシーズンである。東尾監督1年目は3位だったものの、前年優勝のオリックス戦で歯が立たず故障21敗と、大きく負け越し、1994年オフの石毛、広則、工藤君康の FA 移籍、 オレスティス・デストラーでの途中帰国などの影響がもろに響いた。それを引きずったまま、東を体制は2年目を迎えたが、開幕ダッシュに失敗。前半戦終了の7月を1972年の西鉄時代以来、24年ぶりの再開で折り返し1980年以来のビリクラスが予想された。後半戦に入ると、ルーキーの高木体制、大友進むなどが、 出場機会を与えられて活躍。彼らの活躍に引きずられるように、佐々木誠と清原和弘、柿内哲也、松井和夫らの既存戦力も奮闘。投手陣では2年目の西口文也がエースとして大成。最終的に近鉄やロッテとの A クラス争いに、勝ったがオリックス日本ハムに引き離されて62勝64敗4分と16年ぶりの負け越しで終わった。 シーズン終了後4番の清原が巨人へ FA 移籍し、若手中心のチーム編成へと転換を図ることになる。色付きの選手は逆指名による入団。ありがとうございます。